続いてはスバ推しのコーナーです。さあ横内さん、今回のスバ推しはこちらのアウトバックということなんですが、このモデルがスバ推しに登場するのは久しぶりになりますか？そうですね、国内では2021年12月にフルモデルチェンジをしたアウトバックですが、今回ご紹介するモデルは中古車市場で高い人気を博しており、特に40代以上の方からの引き合いがとても多いんです。ですので今回のテーマは、走りにも車のクオリティにも上質を求める大人な方へおすすめしたい一台ということでご紹介させていただきます。はい、そんな大人な方から人気の高いアウトバック、この後詳しくその魅力を教えていただきます。それではお車の評価をお願いします。内装星2つ半、外装星2つ半、総合評価4点のお車です。それでは詳しく見ていきましょう。迫力のある外観ですよね。またボディが大きくて存在感がありますね。はい、スバル車の中でもボディサイズは大きな方ですが、フロントミラーの形状やサイドミラーの位置を最適化するとともに、三角窓をドアに内蔵して視認性が高められています。よく考えられたボディ設計により、実際に運転してみると周囲がしっかり見渡せるため、車両感覚がつかみやすく、取り回しの良い車に仕上がっております。スバル車はどのお車も視界が良くて運転しやすいと思いますが、こちらのアウトバックも視界良好なんですね。はい、広い視界を確保するとともに、この車にはバックカメラやフロントビューモニター、サイドビューモニターまで装備されており、視覚をサポートしてくれます。狭い路地でのすれ違いや駐車場などでの取り回しも安心して行えますよ。それは嬉しいですね。そしてボディカラーがブラックということもあり、高級感も感じられますね。そうですね、このアウトバックはハイグレードモデルのリミテッドで、メッキパーツを随所にあしらうことでより高級感が引き立てられ、さらにオプションのメッシュグリルにカスタマイズされ、個性的でスタイリッシュなフロントマスクとなっております。グリルが変わっているんですね。こういったボディの装飾もハイグレードモデルのリミテッドならではということなんですね。スタイリッシュでかっこいいです。ありがとうございます。次にご紹介するのは、このフォグランプ周りに装着されている LED アクセサリーリングというオプションです。車内のスイッチによってフォグランプ周りをリング状に点灯させられ、おしゃれな印象になります。昼間でも車両の発見を早めるデイライトとしての機能もあるんですよ。おしゃれアイテムとしてだけでなく、実用性も兼ね備えているのはいいですね。そうですね。続いてリアをご覧ください。お、こちらパワーリアゲートが装備されていたんですね。さすがリミテッドですね。そしてご覧のように荷室もとっても広いですね。いろんな用途で活用できそうです。これからの行楽シーズン、海や山へのお出かけにも大活躍すると思いますよ。はい、さらにこの床下にも収納スペースがあるんです。うん、そうなんですか。はい、おお。実はこのサブトランク、簡単に取り外しができ、丸洗いすることができるんです。汚れたものでも気にせず簡単に積み込めるので便利ですよ。いいですね。これからの季節は海や川のレジャーなども多いと思いますから、濡れたものをそのまま積み込むことができて、そして汚れたとしても後で洗うことができるんですね。はい、アクティブに使えるのは嬉しいですよね。アクティブといえば、アウトバックは200ミリの最低地上高を確保し、悪路での走破性にも優れ、山や川などでもタフにご使用いただけます。スバル自慢のシンメトリカル AWD と X モードの組み合わせにより、冬場はスキー場などへのお出かけも安心です。いろいろな場所へ安心してお出かけいただけるので、有意義なお時間をお過ごしいただけると思いますよ。季節や場所を問わずオールマイティーに使えるというのは嬉しいですね。さらにもう一つご紹介したい大変便利なオプションが、キーレスアクセスアップグレードです。離れた場所からキーレスリモコンでエンジンがかけられるんですよ。へー、車に乗らずに外からでもエンジンがかかるっていうことなんですか？その通りです、うん、このようにリモコンを操作します。はい、お、エンジンかかりましたね。今リモコン3回押して3回目が長押しでしたかね。そうですね、うん、はい、すごい便利な機能ですね。そうですね、このようにあらかじめエアコンの設定をしておけば、お出かけの数分前に操作することで車内を快適な設定温度にしておくことができます。いいですね。今のような暑い時期には大活躍できそうですね。
あらかじめ操作をしておけば涼しい温度になって車の運転も爽やかに楽しめそうですね。そうですね。これはキーレスの電波が届く範囲で使用できます。また3ステップでセットするので誤操作の心配もなく、このようにドアを開けるとエンジンがストップしますので盗難の心配もありません。すごい、本当にエンジンが止まりましたね。このオプションも初めからついていれば嬉しいですよね。では次に車内もご覧ください。はい、見ていきましょう。横内さん、シートやドアにも革が使われていてとても上質な感じがしますね。横内さんが最初におっしゃっていたように大人な方がお求めになる理由がわかるような気がします。そうですね、上品さを感じられますよね。はい、フロントシートはスイッチ操作で動かすパワーシートを採用しています。特に運転席にはおなじみのシートポジションメモリー機能を搭載し、長距離運転の疲労軽減に役立つ腰を支えるためのランバーサポートを含めた 10way パワーシートとなっております。便利で快適なんですよね。はい、インテリアは鮮やかなレザーとピアノブラックのパネルを採用することで高級感漂う仕様となっており、所有する喜びも感じられると思いますよ。確かに上質なインテリアですよね。またステッチがシルバーになっていて車内全体がモノトーンなので落ち着いた雰囲気も感じられますね。はい、そうですね。さらにステアリングには高食感レザーという手触りの良い上質な革を使用しているんですが、小野さん、握った感じはいかがですか？確かにスベスベとしていて触り心地もとってもいいですね。はい、ハンドルは常に触れている部分なので触り心地が良いというのは嬉しいですよね。そうですね。またハンドルの右下についているのがステアリングヒーターのスイッチです。前後のシートにはヒーターも搭載され、合わせてご使用いただくことで寒い季節でも快適にお過ごしいただけます。いいですね。またナビゲーションは音質にこだわった大人気のダイヤトーンサウンドナビです。様々な機能も備わり、良い音で音楽を聴きながらお出かけできるのは贅沢ですよね。高級感のあるインテリアで良い音を楽しめばきっと大満足できますよね。ここまで豪華な装備が満載ですが、気になる走りの方はいかがでしょうか？はい、アウトバックはスバルのフラッグシップモデルで走りも上質を極めております。余裕のある 2.5 リッターエンジンを搭載し、豊かなトルクによりストップアンドゴーの多い街中から高速道路での長距離移動まで静かで快適かつストレスの少ないドライブをお楽しみいただけます。またその走りを支える足回りにはリミテッドグレードに専用設計されたスタブレックスライドというダンパーが採用され、コーナーリング時の安定性と荒れた路面でのしなやかな乗り心地を高いレベルで両立しております。足回りが専用設計されているというのは特別感もありますが、それだけスバルのこだわりが詰まったお車ということですね。はい、スバルのフラッグシップモデルとして走りはもちろん、ドアを開けた瞬間から感じられるクオリティの高さからもこの車の完成度の高さが伺えますね。このアウトバックであれば奥様やお子様またはお孫さんとのお出かけを楽しく快適にサポートしてくれますよ。はい、贅沢の装備や嬉しい機能が満載で、運転する人だけでなく乗る人みんなが快適に、そして優雅なひとときを楽しめそうですね。そうですね、アイサイトバージョン3を搭載しているので日常使いからアクティビティを楽しむお出かけにも安心で快適な走りをサポートしてくれます。ワンランク上の上質なカーライフをお楽しみいただけるアウトバックリミテッドです。人気の一台ですのでぜひお早めにご検討ください。走りにも車のクオリティにも上質を求める、そんな大人な方におすすめのアウトバックです。では横内さん、お車の詳細をお願いします。2018年式で走行距離はおよそ36,000キロ、車検整備をして納めさせていただきます。安全装備ですが、ぶつからないための機能はプリクラッシュブレーキ、後退時ブレーキアシスト、オートマ誤発進・誤更新抑制制御がついています。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、車線中央維持がついています。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクションアダプティブドライビングビームがついています。視覚を減らすための機能はフロントビューモニター、サイドビューモニターがついています。それでは注目のお値段をお願いします。支払い総額280万600円です。なお、お客様ご要望のオプションなどの費用は別途申し受けます。
今週のスバ推しは2018年式レガシーアウトバックリミテッド AWD-CVT 支払い総額は280万600円です。なお支払い総額は7月現在群馬県登録で店頭納車の場合の費用です。登録月やお客様のお住まいの地域によって金額が異なりますので、あらかじめご了承ください。詳しくはカースポット前橋吉岡 0279-55-6978 までお問い合わせください。